ペラは総合芸術なので、やっぱいろんな舞台の美術ですとかそういうこともたくさん関わってくるので、まあ、絵を描くのが好きだったりとかそういうところもこう共通するものがありますし、そういう点でやっぱりすごく私の大好きなものが詰まってるんです、この仕事に。東京都内を中心にコンサートやオペラに出演しております。それと同時に明治安田クオリティオブライフ文化財団から助成をいただきまして、ウィーンで研修を行っております。このクラシック音楽の声楽というジャンルは、マイクを使わずに自分 の、 生の声をお届けしているんですけれども、私は決してその声がすごく大きいとか立派な声というわけではないのですが、まあ、繊細な表現を目指して、まあ、細かい音ですとか、高い音ですとか、そういったものを得意として演奏しております。どうやったらもっとうまくできるかなってすごくこう試行錯誤しながら、時に悩みながら作ってる時はまあ楽しいことももちろんあるんですけど、やっぱりこう辛いなと思うことも多々ありまして、でもやっぱりこう本番を終えて自分のやるべきことが全部できた時、それでお客様が喜んでくださった時は辛かったけどまたやろうっていつも思います。歌のテクニックを磨くこともそうなんですけれども、その表現力をよりこう引き出しをたくさん欲しいなっていうことで、表現力の引き出し、街の中にたくさんオペラ座ですとかコンサートのホールがあるので、はい、毎日必ずどこかで演奏が聴けるという環境なので、はいはい、足しげく通っております。私ちっちゃい頃から何かこう自分以外のものになりたい変身願望がすごくあって、へで私アニメとか漫画がすごく好きなんですけど、はい、特にファンタジーが大好きで、なるほど、はい、こうやっぱり現実にないものとかへのすごく憧れがあって、なのでこうその物語の中にやっぱり自分が入ってみたかったんでしょうね。自分以外のものになれるっていう点ではオペラは本当に最適というか、まあ、私の大好きなものがいっぱい詰まっている、生きるために必要なものですかね。私はあまりこう遠くの未来を想像するタイプではないので、あんまりこう具体的な夢というものがちょっと出てこないんですけど、それでも今ウィーンで勉強をさせていただいているようなことをずっと続けて、自分を磨き続けて、そしてその先にこう喜んでくださるお客様がいたらいいなと思っております。自分は自分、まあ、私はその声という楽器を使って仕事をしているんですけど、その自分の声っていうのはもう自分しか持っていない唯一無二のものなので、その自分しか持っていない声で自分の良さですとか自分の特徴を生かしながらこう、まあ、頑張っていきたいっていう思いと、あとはその、まあ、人から批評されたりですとか人と比べられることが職業からいつもつきまとうんですけど、そういう時はやっぱり自信を失ってしまうこともたくさんあって、もうそういう時にやっぱり自分は自分だから、私だけは自分自身を他の人と比べないで自分の可能性を信じて、頑張っていきたいなっていう思いを込めました。